はい、どうも、スカイチストイックな怠け者、テッケテッケです。はい、として、ビシャモンテンちゃん。まあ、今日はまず戦役の動画だったり、あとは前編動画として、まあ、基礎的なこのキャラクターの挙動確認ですね。やってきましたが、まあ、もう戦役の方は、必中キャラクターとして、まあ、武将ナンバーワンの範囲攻撃ができるキャラクターというところで、間違いなく、まあ、次回反響なんかもビシャモンテンちゃんですね、登用した人はかなり必中だし、進めやすいのかなっていうところで、まあ、まずビシャモンテン、戦役だったり、まあ、今回の次回反響ですね、なんかにガチ勢の方は、登用のおすすめ度がめちゃくちゃ高い副将ちゃんであるということは、もう確定かなと。ああいう中、戦役だったり、次回反響というよりは、対人戦の活躍ができるかどうかで、ビシャモンテンちゃんを登用したいと思っている方もいると思うので、今回の動画では、まずは対マン戦ですね。まあ、1対1の戦いでどのぐらいの強さを発揮するのか。まあ、放置少女において1対1っていうのは基本的にはないんですが、まあ、白戦とか人数が少ない同士の戦いですね。だとか、まあ、出来戦においても戦いの後半ですね。お互いキャラが落ちていって人数が絞れてきたら1対1に近づいてくるので、まあ、そんな人数が少ない時のビシャモンテンちゃんの立ち回り、強いのか弱いのか、まずは今日見ていって、で明日デッキ戦の映像も流しますので、そちらも楽しみにしててください。でですね、今回ですが、ごめんなさい、分析後編動画、ちょっとこの後も用事があって、間に合いそうにないので、明日のデッキ戦終わった後に、いつもの分析後編動画はお届けしたいと思います。ちょっと戦役の検証で時間取られすぎましたね。はい、分析後編動画まで楽しみにいつも見てくださってる方、まあ、マジで本当にありがたいんですが、今回は申し訳ないですが、明日になります。まあ、デッキ戦まで見て、その上で判断していきましょう。はい、そしてまずはタイマン戦やっていきますか。はい、今回、声援4の深淵1、混沌1という装備セット。はい、細かいステータスこんな感じですが、ちょっと相手に合わせて装備変えたりしてるので、若干前後、上下しますので、はい、そこは実際の戦闘で戦力書いてありますので、そこを見ながらご判断いただければと思います。はい、で、今回も、はい、こちら元美化金雪村編のサーバーですね。SKG2、新たに発足した切磋チームですね。のメンバーと切磋していきますので、いつも本当にありがとうございます。ぶん殴らせてもらいます。はい、じゃあまずはココソロさんのアーグスから見ていきますか。まあ、アーグス反射がめちゃくちゃ強いので、この反射ダメージですね。まあ、スキル1めちゃくちゃ痛いですね。1回落ちちゃいました。もう、2回落ちちゃいそうですね。どうかな ?2 回は、落ちそうで 9%。HP 残しますが、アーグス連撃も強いんで、はい、こちらですね、連撃でもう一回落とされて、ただこっちの多聞刀でアーグス一回落ちましたね。多聞刀、まあ、聖護援護でカットされちゃうんですが、はい、その後、こっちのスキル2でもう一回落として、ただこっちの反射ダメージですね、はい、2% HP 残し、きました。で、致命傷ぶつけると 20% HP 回復ができるんで、まあ、それでなんとかスキル2ですね、いや、2% 残して頑張って殴ってますが、何分火力が低い。やっぱり分析前編動画で見た通り、そこまで火力伸びてないですね。そしてアーグスの連撃、いや、これが痛い。はい、多聞刀カウンターやってますが、セゴ援護で受け止められちゃってますね。まあ、多聞刀の筋力、怠慢だと50倍出るはずなんですが、まあ、武将にも通るはずなんですけどね。まあ、アーグスは特に神髄共鳴スキルで、筋力ダメージ割合カットできるんで、特に効いてないですね。数ある副将の中でも。ということで、まあ、いろいろ苦手な相手です、アーグス。やっぱり怠慢強いですね。特に武将相手だと手がつけられないです。神髄共鳴スキルのパーセンテージカットは本当負の遺産ですね。まあでももうちょっと増やしてほしい。そういうキャラクター。はい、突然次行きましょう。雪女。はい、ポンさんの雪女見ていきましょう。まあ、帽子のキャラクターで範囲攻撃が強いキャラクター。ということで、まあお互い範囲攻撃キャラクターなんで、ただこっちは連撃も怠慢だと出せるようになるので、そこの差ですね。はい、向こうはそこまで連撃で追い込んでいくことができないので、まずこっちの玉壁ですね。で、結構攻撃防いで、その間にリード取りたかったんですが、標局でカットされちゃいました。はい、そんなこんなで5ターン目。はい、こっち動けず、雪女先手になりましたね、また。さあ、ただこっちのスキル1連撃出せるんで、はい、標局が決まらなければ致命傷をガンガンぶつけて落として勝利ですね。はい、じゃあ次、ミノさんのキョイちゃんですね。キョイちゃん2800万はマジで超強いっすね。普通、ローコスト育成なんですが、ガチ育成バージョンのキョイちゃんです。まあ、こうなるともう隙がないですね。火力も強くなりますからね、キョイちゃん。そしてこの硬さ。いや、全然ダメージ出せない。そしてキョイちゃんの攻撃が痛い。もう火力も耐久も負けてるんじゃないかっていうぐらい、何もさせてもらえてませんね。はい、スキル1。殴ってきますが、いや、効いてない。もう与えたダメージそのまま回復されちゃってますね。そして、キョウちゃんの連撃。いや、痛い。はい、そして流血ついちゃってるんで、はい、カウンターの反射ダメージなんかで落ちちゃって、シンプルにキョウちゃんの連撃で押されちゃってますね。こっちのダメージが通ってないのに、あっちはしっかりダメージ通してくるんで、いやー、これスキル1、このダメージですもんね。はい、で、キョウちゃんのスキル1か2、どっちかな。あ、こっちもたまに落としてますね、キョイちゃんのこと。はい、ただまあ普通に負けました。はい、じゃあ次、ネギ泥棒さん行きましょう。はい、金時。坂田金時は範囲攻撃キャラクターなんで、手数が少ないので玉壁でカットしきれると。はい、そしてこっちの威力、結構攻撃通ってますね。はい、スキル2。まあそこまで硬くない相手とかであれば、特に坂田金時、生後抵抗キャラクターで、範囲攻撃にちょっと柔らかかったりするんで、はい、そういう相手であればダメージちょっと通りますね。はい、スキル1。連撃の方はしっかりカットしてきますが、この後のスキル2ですね。
なんか結構ダメージ取るんで、そしてこの多門島も結構取りますね、坂田金時には。範囲攻撃なんで。はい、このスキル2の範囲攻撃が結構痛そうですね。はい、突然坂田金時倒して勝利と。はい、じゃあ同じくネギ泥棒さん、マーリンですね。マーリンの風魂ダメージ痛いですが、これ、実は精霊覚醒の 50% カットで風魂ダメージカットできるんで、そこまで実は効いてないんですね。はい、普通に耐え切りました、風魂。あんまり復活か使わずに。はい、そしてスキル2の連撃、周りに一発一発致命傷をぶつけていって普通に勝利という形で、このキャラ精霊覚醒で 50% ダメージカットで知力ダメージカットできるんで、風魂ダメージそれでさばけちゃうんですね。はい、怠慢で風魂ダメージここまで綺麗に受け止められるのはナイスですね。精霊覚醒 50% ダメージカット系キャラクター増えてくると、マーリンがそろそろ腐ってくる可能性が出てくるというところで、まあ、マーリンも1年経って危うくなってきましたね。はい、じゃあ次おパンさんいきますか。はい、孫権、まあ、孫権これローコスト孫権ですね。 HP はものすごい量ですが、戦力は1300万ぐらいこっちが勝ってるんで、まあ、スキルダメージしっかり出していけば落とせそうですが、いや反射ダメージ痛いっすね。まあ、ただ毘沙門天スキルに HP2% 残し殴りができるので、この後ですね、柔らかい孫権であればこれ声援装備もしてない孫権なんで、はい、しっかり致命傷ガンガンぶつけて、こっちは 2% HP 残しで孫権倒して勝利と。はい、これができるんですね、毘沙門天は。はい、ちなみに今見て気づいた方もいるかもしれませんが、毘沙門天敵に致命傷をぶつけた際 20% HP 回復できるんですが、今孫権最後に致命傷をぶつけて倒して勝ったにもかかわらず HP22% じゃなくて 2% 残しになってるのは、反射ダメージより先に 20% 回復が走って、結局反射で最後殴られて 2% になっちゃってるんですね。はい、なんでこれ怠慢だから良かったんですが、デッキ戦だとこの後 2% の HP のところにちょっとしたキャラクターの範囲攻撃が飛んできて、毘沙門天が致命傷を食らうみたいなことは起きますので、まあ、この毘沙門天の致命傷を与えた時の 20% 回復のタイミングですね、なんかも覚えておくといいと思います。スキル打ち終わった後総ダメージ HP 回復欲しかったですね。じゃあお次はヒボさん見ていきましょう。はい、ヒボさんのアポロですね。2500万のアポロなんで、こっちもちょっと戦力落として2700万ぐらい。アポロ先手殴ってきて、いや破光連撃はやっぱり痛いですが、はい、全剥がし、幸運以外全部剥がれて、もう残影がないアポロは全然怖くないですね。致命傷ガンガンぶつけていって、あと2回ぐらいで落とせますかね、アポロのスキル2。はい、箱もこっち剥がれてるんで、狂乱状態でこれ以上デバフにもならない状態。はい、しっかり攻撃受け止めきりました。そして、はい、残影ついちゃってますが、狂乱がスキル2の方はついてるんで、それはそれで攻撃ヒットさせて致命傷ガンガンぶつけて勝利と。まあ、弓傷には強いっすね。はい、じゃあハーサマ行きましょう。はい、炎帝、まあ、炎帝も弓傷ですが、このキャラは結構火力が飛んでるんで、そして剥がれない残影キャラクターなんで全剥がしが通用しないということで、スキル1でこっち1回落とされて、こっちのスキル1は全ミスですね。レベル同じぐらいなんですが、はい、狂乱化がスキル1のタイミングではまだなんで、スキル2から当たりますが、で逆に向こうの燃焼連撃スキル2強いんですが、狂乱で燃焼効かないんで、向こうの攻撃も痛くないですね、スキル2は。はい、そして狂乱必中攻撃で1回落として、さあ2巡目、結構いい勝負ですね。得意な弓将相手のはずなんですが、このスキル1がちょっと効いちゃうんですよね。いや痛そう、めちゃくちゃ痛そう。2回落とされました。でこっちはミスと。生後剥がしできてるのはいいですが、残影がやっぱり剥がれないというところで、そこがちょっときついんですよね。はい、多聞島でちょっと減らしつつ、スキル2の狂乱必中、ここでまくるしかない。はい、結構今赤い文字でダメージ出てるやつは即殺なんで、即時撃破ダメージなんかも結構出てるのがわかるかなと思います。そこら辺なんかも楽しく見てもらえたらいいかなと思いますね。 HP35% 以下だと即時撃破、即殺が出ますので、あ、負けたわ。はい、じゃあ次、不死鳥さんいきましょう。はい、トークン、トークンに関してはスキル1から燃焼連撃してくるので、さっきの炎帝のスキル2がスキル1で先に来るんで、もうめちゃくちゃ痛いです、これは。さっきの炎帝戦みたいに狂乱で燃焼を防ぐことができないので、もろにダメージ受けて、まあ炎帝以上に厳しい相手ですね。はい、必中攻撃で殴っていて、剥がれない残影ですが、2回致命傷、結構いい勝負にはなってるんですが、玉壁がなくなった次の2巡目のスキル1ですね、燃焼連撃、これが痛すぎる。はい、いやスキル1から狂乱になりたいですね。それからスキル2で打った狂乱が次のスキル1まで残ってるといいんですが。はい、そしてこっちの攻撃はミスって、はい、向こうのスキル2で先手で殴られて負けと。うん、まあ毘沙門天火力が高ければ勝てる可能性高いんですが、そんなに高くないっていうところで、まあ、せっかく必中なんですが追い込みきれない切なさありますね。はい、そして不死鳥さんの、はい、東博ですね。このキャラクターも狂乱キャラクター、お互い狂乱同士の戦い。こっちは生後剥がしでガンガン剥がしてって、はい、いいっすね、一回落として、で向こうも狂乱になりました。必中角繰り、まあ、お互いまあ別に避けるキャラクターじゃないんであんまり関係ないですね。で火力は向こうのがやや高そうですね。いや東波が硬い、スキルに全然ダメージ出せず、はい、これまた泥沼な戦いになりそうですね。はい、2巡目スキル1、さあ多聞島をちょっとぶつけつつ、スキル1は全部受けて、さあこっちのスキル1で1回落として、まあ泥ですねお互い
1回のスキルで1回落とし合うぐらいな感じですかね。あと東博は東波の単数が減ると柔らかくなるんで、そこがチャンスですね。今5ターンですが、次の9ターン目東波の単数減ってるんで、まあ、そこで多聞島なんかも食らいやすくなるんで、はい、9ターン目攻撃耐えて、向こうは柔らかいんで1回落として、まあ、そこが好きになってますね東博は。まあでも普通に互角ぐらいの勝負ですかこれは。火力がもう一声やっぱり欲しかったですね。グダグダ。はい、なんか素人同士の殴り合い見てるみたいな感じで、お互いスタミナ、あ、負けた、負けました。まあ東博ちゃんの方がやや武闘派でしたね。まあ毘沙門天は夢中に隠れられるのが耐久の要なんで、それが怠慢だと通用しないっていうところが今差として出た感じですね。デッキ戦だと毘沙門天の方が生存力上だと思います。じゃあプニャさんいきましょう。はい、プニャさんの猛角ですね。まあこれに関してはもう泥仕合ですね。もういつもながら武将の攻撃、特に火力が低い毘沙門天みたいなキャラクターの攻撃は全く効いておりませんので、これは飛ばします。はい、トスで、まあ普通に20ターンですね、オーバーして逃げ切られました。まあこれはタンクにとってはタンクの勝ちですね、完全に受け切ると。まあただデッキ戦においては範囲攻撃キャラクターなんで、毘沙門天猛角が守りたい相手を殴ることができるんで、まあデッキ戦ならなんとかなるかなと思います。じゃあ次小麦さんいきますか。はい、万力。まあこのキャラクター手数が多すぎるんで、玉壁が合ってないようなものなんですよね。もう玉壁壊された上で2回落とされましたね。ただ多聞島で、はい、1回落として、さあこっちのスキル1、いいダメージ出てますね。はい、これで2回バウン力落ちて、ただスキルにも2桁回数攻撃してくるんで、いやこれ持たないか。いや多聞島カウンターいいっすね、結構通ってますね多聞島カウンター。あーでも、うん、手数が多すぎる、そして威力が高すぎる、本当優秀な子ですねバウン力ちゃん。はい、じゃあ同じくアレレさんいきましょう。シユちゃん、はい、武将のキャラクターの範囲攻撃キャラクターで、まあ、致命傷を与えることで割り込みの追い打ち、全剥がし防御無視攻撃が出せるキャラクターですが、まあ、タイマンあんまりシユちゃん強くないんですよね。あの致命傷いっぱいぶつけてなんぼなキャラクターなんで、まあ、デッキ戦みたいな弱い子とかを巻き込みながら割り込み筋力ダメージを出すことでやっと最大限活躍するキャラクターなんで、弓将にもタイマン負けるぐらいシユちゃんはタイマンそこまで強いキャラクターではないので、まあ、そんなシユちゃんとまあドロー試合ですね、はい、しております。まあ、火力ちょっと足りてないですねやっぱり毘沙門天。まあ、とはいうもののさすがにシユちゃんには勝ちそうな感じ。はい、シユちゃんの範囲攻撃しっかり受け止めきって、あ、致命傷受けてますね。はい、10ターン目超えちゃいました。まあ、基本的に武将同士の戦いこんな感じで泥試合になることがとても多いですね。はい、ここで落として勝利と、12ターン目で勝利。はい、じゃあライトニングさんいきましょう。卑弥呼、まあ、卑弥呼といえば道連れ反撃、そしてその道連れ反撃をこのキャラクターは 50% ダメージカットできるんで、さあどうなる。卑弥呼の連落とすとこまで持ってけず、ちょ火力が足りてないですね。その前に落とす前に、いや落とされまくってる、シンプルにアクティブスキルが痛い。あ、そして卑弥呼の道連れ攻撃今来ましたね、耐えましたね。はい、この後また道連れ来るか、ここで落として道連れ攻撃来ます。はい、これ耐えました、 2% 残しで、あ、そっか、 2% 残しのスキルには不死状態で殴れるんで、あ、今2回致命傷ぶつけて道連れ反撃来ましたが、どっちも 2% で耐えましたね。ただその後回復ないんで、速攻で1回致命傷からのスキルで連撃でもう1回落とされて負けと。あ、でもローコスト卑弥呼とかを範囲攻撃で踏み抜くにはスキル2めちゃくちゃいいかもしれませんね。もうこれ怠慢なんで連撃まで全部食らう羽目になりましたが、まあ、実際には夢中に隠れてると思うので、毘沙門天は卑弥呼も夢中に隠れてるんで、範囲攻撃でうまく巻き込んで受け止めたいですね。まあ 2% になった後回復できないのがきついんですけどね。はい、じゃあ最後、こちらオーディンですね。2600万対2700万の毘沙門天、オーディンのスキル1、お互い火力がそんなに高くないので、まあ差が出てくるのはやっぱり致命傷を与えた時の割り込みじゃなくて道連れ攻撃ですねこれ。はい、ただ耐えてますね、やっぱり精霊カット結構優秀ですね、しっかり耐え切って。いや、ただオーディンの方が、うん、連撃ガンガン来てる感じがするな。いや、まあまあ同じぐらいな感じですね。うん、これ先手が勝つような感じになりそうですかね。まあただ道連れ反撃はしっかり受け止めてたんで、まあ、デッキ戦においてはオーディンなんかに致命傷ぶつけたいとこではありますよね。ちょっと致命傷まで届かすことができるかどうかはバフの抱え方にもよるんで、でまあ毘沙門天致命無視系キャラクターなんで、もらったバフ抱えるのが得意なところが、まあ、オーディン復活キャラクターで剥がれちゃうんで、オーディンより火力をキープしやすいっていう意味でデッキ戦においては優秀だと思うので、まあ、そこの差をデッキ戦では見せてもらいたいですね。いや、いい試合もう漏れなく武将とは泥試合になりますね。まあ、最近の優秀な全剥がしキャラクター結構火力足りなかったりしますからね。はい、ということで、まあ、オーディンに負けとなりましたが、まあ、先手取った方が勝ちっていう感じですかね。はい、として B ちゃんいかがだったでしょうか。まあ、タイマン火力ちょっと期待してたんですが、
やっぱり分析前編動画で話した通り、まあ、そこまで火力は走ってないなという印象通りの立ち回り、まあ、そして耐久においては夢中に隠れてなんぼなんで、怠慢はそんなに強くないのは当たり前なんで、そこは明日デッキ戦で見ていくとして、まあ、このキャラクターと一緒にいると範囲攻撃キャラクターが火力伸びたりするんで、まあ、明日はここのサーバーはマーリンがいるんで、マーリンなんかと組ませてみたり、あとロキとかキヨヒメも範囲攻撃キャラクターなんで意外と相性いいんですよね、このサーバーと。であとはまあランゼロファーストのサーバーの方ですね、あっちでも登用しようと思ってて、あそこキューピーちゃん登用したんで、まあ、キューピーちゃんのスキルでこのキャラクターの3万だったり流血が剥がれない3万や流血になるんで、そのコンボ見たいんですよね、多分やる人がほとんどいないやつ。まあそんな感じの範囲攻撃キャラクターと組ませてデッキ戦では大活躍するキャラクターになると予想してますんで、まあ怠慢よりデッキ戦ですね。はい、明日お昼過ぎぐらいから収録始めようかなと思ってますんで、楽しみにお待ちいただければと思います。はい、そして最後までご視聴いただきありがとうございました。押す。